はい、こんばんは。おはようございますでした。おそばです。はい、今ね、中央高速道です。まだ八王子過ぎたあたりなんですけども、今からですね、長野県の飯田に向かいます。翼の党を逮捕されましたね。3人、黒川さんと根本さんともう一人誰なんですかね。杉田さんってことか。これについておそばがどう思うかってことをお話ししていきたいなと思いますが、多分今、いろんな人がライブ配信したりとかしてるんじゃないでしょうかね。はい。詳しいことは全然わかりませんけれども、逮捕するためにもろもろ準備してたんだろうなと思います。で、どうなんだろう、逮捕される覚悟でやってたのかな。なんかさ、なんか見てるやつで、立花隆さんが演説してるときに、なんか警察来ても逮捕してみろ、逮捕してみろとか言ってたんで 逮捕されないと思ってたのか。その中国補選における公職選挙法違反だってことなんですけど、聴衆の演説を聞く権利を侵害したってことなのかな。それとも、カーチェイスでの、運転が危ないよってことなのか。あれは見てて俺思ったんですけど、マジで危なかったな。あんなのね、事故っててもしょうがないよって言ってたんで、この逮捕について私どう思うかって言ったら、しょうがないっしょって、そんな風にされてしまいますよっていうことです。で、なんだろう、結構感情的にこの件に関して X とかで多分われるんだろうなと思うんですけれども、ちょっと冷静に皆さん考えてみてほしいなと思うんですよ。いくらじゃあ翼の党が、言ってることが、正しいことを言っていたとしてもですよ、じゃあ、あれが本来本当に、必要な形なのかって僕は疑問ですね。で、プラス、そうだな、例えばじゃあ僕で言ったら、自分が嫌いな政治家だったりとか政党のところにああいう風にガンガン行ったら、逆に気持ちよかったりするんですよね。もっといけいけって思ったりしちゃったりするんですよ。そういった感情がもしかしたら皆さんにもうあるんじゃないですかね。だから、例えば僕、参政党嫌いだから、参政党のところにガンガン行ってたら、もっといけいけ、黒川ね、もっといけいけってなったかと思うし、じゃあ小池さんのところガンガン行ってくれてたら、俺もあ、いけ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 、もっといけいけ、小池みのりのたぬき失脚させろなんて思ったりしてたかもしれないけど、ちょっと多方面に行き過ぎてこういうふうになってしまって、じゃあ本来それもね、本当にいいのか悪いのかって言った時に難しいところではありますけれども、で、なんて言ってたっけ、この間、昨日だか一昨日だかの家宅捜索入っていろいろパソコンとかなんだか押収された時に、黒川さんが言ってたのは、これは都知事の、圧力だっていう話してましたけれども、そういうふうに捉えるのであれば、小池さんのとこだけ、で、都民ファーストのとこだけ行ってたら、またそれもまかり通ったかもしれないけど、もう多方面に行き過ぎたから、それぞれの候補者政党が、周りさんにですね、相談してたわけですよね。で、これ何がこれから、問題になってくるかって思うとですね、なんかその公職選挙法違反だったりとか、その選挙の法律の改正を急がれてしまって、気軽に選挙にですね、今ですらそもそも気軽に選挙なんか出れないんですよね。それなりにお金持ってないと難しいじゃないですか、立候補するのって。じゃあ、なんとか、金払ったとてですよ。なんとか払ったとて、選挙活動なんかするにはものすごいお金がかかるわけですから、そんな普通にね、じゃあ俺が、都知事選んでるぞっつっていきなり言ったってね、無理なんですよ。って時に、じゃあその候補者のですね、適性をですね、どういうふうに判断するかって言ったら、また、お金だったりとかで判断するんであれば、金額上げられたりとかね。
とはそう、その前、なんていうんですかね、過去の発言だったりとか、いわゆるその警察にお世話になったことがあるだとか、なんかそういったところで、一つ関門をですね、作られてしまうと、2、3作られてしまうとですね、それはそれでまた、嫌だな、嫌な世の中になっちゃうなっていうふうに危惧しております。だから僕は、翼の党の、外線妨害、選挙活動に関してはもっと違ったやり方があるんじゃないかなって、あったんじゃないかなって思ってますよ。正直ね、友達の、私が友達だと思ってるシロちゃんとかも一緒になってやってましたけれど、とは言ってもそれは、ね、自分の気持ちとしてははっきり言ってそう思ってますし、今回逮捕されなくてもやっぱり難しいんだろうなって思いつつも、やっぱり今回逮捕されたっていう形とは言ってもなんかすぐ釈放されそうな気もしますし、どうなるかわからないんですけど、あ、いや、緑のたぬき小池さんが都知事選にもし立候補するっていう動きになるんであれば、それが終わるまでは逮捕しないかもしれませんね。出るんだっけ、広島の秋田方市の石丸さんが出馬するってことで、また強力な、ね、著名人がいきなり市長から都知事ってすごいね、ステップアップがすごいですね、はい、でもなんかどうやら維新から推薦されるんじゃないかって話もあるし、どうなのって思うところもありますけれども、非常にそこは注目すべきところではありますね。だから結局さ、世間の人たちってのはさ、ザ・正義の味方みたいな人のところにさ票を入れると思いますよ、その組織票とか関係なかったら。だから結構僕は強力なんじゃないかなと思いますけれどもね。ただあの人が一体どんな思想だったり思いがあるかっていうのはですね、まだ全然わからないので、まあそこに関してはちょっと注視してみようかなとは思ってますけどね。はい、翼の党逮捕、これが、テレビなんかでは僕サウナ行った時にずーっとやってたんで、そう、これからもこのネタが尽きないんじゃないかなって、この話題がね、トレンドなんじゃないかなって、ここ数週間そんな気がしております。まあ僕のコメント欄にもね、これはきっとね不当逮捕だっていう風にコメント書いてくる人もいるでしょうし、もう一生出てくんなってコメントを書いてくる人もいるでしょうし、はい、まあ賛否両論あるとは思いますけど、僕は、このぐらいの何て言うんだろう、逮捕だったりとかってなんか処分下されるのはまあしょうがないと思います。うん、で圧力がかかったのかどうか、うん、それはおそらくそうでしょう。多少は確実にもう逮捕させるのにすごい、小池さんだったりとか頑張ったと思いますし、うん、だってその妨害してるやつとかやっぱ動画で見ると結構きついですよ。うん、じゃあそれが僕が好きな政治家であれ嫌いな政治家であれ客観的に見ると非常に、不愉快になりました、なります。気持ちいいなって思うのはそれは多分本当に自分がこの例えばね賄賂大学の問題だったりとか、イケス不倫の問題だったりとか本当に腹が立ってるところガンガン言ってくれたらそれはその時は気持ちいいと思うんだけど、そこはちょっと一歩引かなきゃダメだと思いますね。うん、じゃあ自分たちはどうなんだっていうところも必ずあるので、なんかもうヤジを飛ばしてなんかみんなでケラケラ笑ってる様子とか、うん、やーいやーいみたいな感じの瞬間たくさんあるじゃないですかね。あとはまあその単純な悪口ですよね、ジジイとかババアとか、それでなんかすっきりしたって、いけいけって思うのってね、僕はどうなのかなってやっぱ思いますよ。
うん、でも自分も客観的に冷静になると、じゃあ小池百合子に、ワイロババアとかって言ってくれた時、言われたらね、俺もそうだそうだって思っちゃったりするんですけどね、うん、皆さんはどう思いますか、ぜひコメントにですね、たくさん、おそばの批判でも何でもお書きください。なんか僕が過去に発言したことだったりとかで、おそばにもムカついちゃってて、何を言おうが僕の批判をしたい人もいるみたいなので、ぜひぜひ、コメント欄に、書いてください。はい、久しぶりに動画撮ったな。明日明後日はねちょっと忙しいです。今日も忙しくなります。はい、また、動画撮るかライブ配信したいなと思ってますね。うん、はい、じゃあ出発します。